思春期症状っていうのは非常に最終身長によって大きな影響を与えるのは事実だと思いますので、歯の成長も体の年齢を表す部分がありますので関係性あるというふうに言ってもいいと思います。身長美容医師医学科生成形外科専門医身長先生こと田辺です。今日もですよ、全身全霊で身長に関することね配信していきたいと思います。身長伸ばしたい人ね、今すぐチャンネル登録お願いします。ということで今日お話しさせていただいたね、超大人気シリーズ31回目になりましたね、身長先生に聞けのシリーズですね。皆さんもですね、身長に関する疑問がありましたらぜひこのコメント欄の方に、ね、記載してください。ピックアップしながらですね、身長に関する、ね、疑問を、ね、答えていきたいと思います。早速いきましょう。今日はですね、身長先生に聞けの30番目前半後半とあと総集編の方です、ね、流したと思うのでその動画からですねピックアップして答えていきたいと思います。準備よろしいでしょうか。最初の質問ですね、まずですね、身長先生に聞けの前半の動画から、ね、ピックアップしてますね。 S さんの質問ですね、去年の身長伸びは 0.5 センチだったんですが今年2ヶ月2センチ伸びています、伸び続けることはありますかって質問ですね。まずすごく大事なポイントとしては5年齢がねここに書いてないのでちょっとそこが本当はすごく大事になります。結構後半の方なのかなというふうな推定が立つんですけども、もしそうでなければこの伸び続ける、いわゆる第二次成長期に入ってきてめちゃくちゃ伸びてるなんてことは一応理論上はあります。ただし第二次成長期の前、小学生の間でも年間の成長率が 0.5 センチことはほとんどないと思います。おそらく14歳15歳16歳17歳あたりのコメントだというふうに推察をするんですけども、そういった意味だと2ヶ月2センチ、つまり年間成長率でいうと1ヶ月で1センチのペースになりますので年間12センチというわけになりますので、なかなかですね15歳16歳17歳で12センチ伸びるってことはあまりないようなことがね推察されるかなと思うんですけど、いかがでしょうか。次 P さんね、 TikTok でストレッチで身長が5から7センチ伸びるという動画を見たことがあるんですが、何やら背骨の間にある椎間板というものが重力によって縮むからそれをストレッチで少しずつ伸ばしていくと言ってました。これって本当なんですか。これ完全に嘘、重力で縮む、これはですねそんなに間違った文章ではないんだけれども、それを伸ばすことによって5から7センチ伸びるっていうのはそれちょっとねやりすぎというか古代な表現だと思います。せいぜい1センチとかといってね表現がね正しい表現ではないでしょうか。次 H さん、脇毛やヒゲが生えていないのに身長が止まる場合はありますかってことですね。まあおそらく男性のことを指してるんだと思うんですけども、そういった場合もあるでしょうという表現だと思いますけど、あまり一般的ではないというふうな表現もできると思います。ただしなんですけど、別に脇毛とかが生えることによって身長が止まってるわけではなくて、脇毛とかヒゲが生えるためにはですね、男性ホルモンが分泌されるわけですけども、男性ホルモンによって骨端性が閉鎖して身長が止まるっていう表現になりますので、間接的には関係性があるというふうな表現もできると思います。次 K さんですね、お風呂の最後に水シャワーを浴びるのは身長伸びると聞いたんですけど本当ですかってことですね。どうでしょうね、これはどこの情報かしらってところですね。あんまり私の方でこういったのを推奨するようなことはないかなというふうに思います。次 D さん、ピークが来るのは前兆とかはあるのですかってことですね。いわゆる第二次成長期を指すんでしょうね。そういった意味だと男性ホルモンが出るような何かこう前兆があるかっていうところなんだけども、最初のところで見極めるのは実際問題結構難しいと思います。採血をすると正確に分かるでしょうという言うんでしょう。次 T さん、以前行っていただいた身長予測で発毛からは早熟だが身長伸び方としては標準だと教えていただきましたが、思春期症状と身長伸びの推移ではどちらをより重視されていますかね。これはねすごいいい質問、最近なんとなくねこういう質問が多いなっていう印象を受けます。おそらくですけども、私の動画とかね見ていただいて結構皆さんは知識が豊富になってきてご自身にいろいろね検討いただいてる段階が少しあるのかなという印象になります。その中でもどういうふうに検討していったらいいかっていうのは皆さんに悩まれてるのかなというふうに思います。私最近例えてるのは天気予報とよくですね身長予測をね比べてですねよくお話ししたりします。例えば明日の天気を予測しましょうってなった時にどういうふうに予測するかっていうと、今日が晴れてるのかによってもですね連続的にですね今日と明日つながってるわけですので、今日の天気も当然関係あるでしょう。それに対して過去1週間の天気はどうだったかとか、今はですね夏なのか冬なのかとか、過去5年間のデータを見たりだとか、気圧、雲、湿気、温度とかもさまざまな要素を加味して総合的に判断して天気予報がね行われるわけなんですけども、身長予測もそんなような形になります。例えば今回ですと発毛からは早熟だけれども身長伸びとしては標準だったということで、明日が曇る要素と晴れる要素両方あるんですよみたいな表現だと思うんですね。そういう場合どういうことかというと、晴れる予報がね例えば10項目のうち10個とも全部晴れるっていう、ね、予想がもし立ったとしたら晴れの予測が 100% に近いっていう表現ですし、半分半分であれば晴れの予測 50% ってところになりますので、今回もそういった意味だと半々みたいな表現がおそらく正しいですね。この文章だけで何か私のコメントするのは少し難しいんだけれども、ただし思春期症状っていうのは非常に最終身長によって大きな影響を与えるのは事実だと思いますので、今後は身長伸び率っていうのは今まで標準的だったかもしれないけども早熟タイプとして予測がね出てくるのかなという印象にもなってくるかもしれません。次ですね、身長先生に聞けるのは30度後半の内容からね4つピックアップ
しますね。まず A さん、足の親指を押すと成長ホルモンが出ると聞いたんですが、新潮先生はどう思われますか。どうも思わないというかね、嘘でしょうっていうふうにね考えるのが、まあ、お医者さんの一般的な見解であり、私の見解でもあると思います。はい、次 Y さん、標準体型よりも痩せ体型の方が身長が伸びやすいというのは本当ですか。これねどうでしょうかね。痩せすぎている場合はですね、身長がですね伸びなくなるリスクを抱えているような状態ですので、どちらかというと、まあ、標準体型をですね、まあ、目指していくっていうのがおそらく身長にとっては有利なんではないでしょうか。はい、次ですね、2さんね、12歳6ヶ月から16歳1ヶ月までのねデータいただいております。声がりはしていて、少しだけ口ひが濃くなってきています。顎ひげ全く濃くなっていません。陰毛は完全に入っています。脇ひげは少し濃くなってきたかなっていう程度です。爪半月も全て指あります。親指は特にはっきりしていて、小指は少し見づらいです。目標170以上なんですけど、いけますかね。高校入ってからは視界が全く変わらず、伸びている気が全くしません。なので亜鉛マルチビタミンを朝夕で1錠ずつ飲んでいます。どうか回答お願いしますってことで、これはねどういった回答を望んでるのか明確な内容ではないんだけれども、おそらくね、まず最終ね予測の身長を立ててほしい意味の表現だと思います。いつも通りね、こちらですね、成長シートの方にこの方のデータを当てはめてみました。当てはめてみると、12歳6ヶ月、13歳6ヶ月という時期はですね、平均的に身長が伸びていくと 160.8 センチのペースにいらっしゃることがわかります。それに対して、そこからですねめちゃくちゃ急激にグーンと伸びて、14歳6ヶ月からですね16歳1ヶ月までは 165.3 から166.6 のペースにいらっしゃることがわかります。それに対してですね、思春期症状が書いてありますので、そちらを少し検討していきたいと思います。いつもとですね、この成長シートね、欲しい人 LINE ですね、欲しいというふうに言っていただければ送りますので、皆さんどしどし応募してください。思春期症状の方ね、今回は陰毛はしっかり生えてるってところで、例えばですけども、超晩熟な場合でも陰毛はですね14歳ぐらいでもう生えてきますので、判定するにはあまり参考にならない。ただこれはまあ何歳ぐらいで、ね、陰毛が生えてきたかって情報があると、私の方もコメントできるかなというところだと思うんですけども、次はですね、口ひげが最近濃くなってきた。そこのひげに関して言うと、早熟っていう子ですと13歳0ヶ月未満でなんだんです、もう生えてきてるっていう表現ですし、超晩熟って子だと16歳0ヶ月でちょっとずつ生えてくるみたいな表現ですので、どちらかというとここの様子だけ見ては少し晩熟寄りなのかなって印象ですね。次はですね、顎ひげは全く濃くないってことで、晩熟の場合17歳0ヶ月以上ってところで、まあここら辺も今回データとしては判別するのは難しいかなって、少なくとも超早熟っていうわけではないのかなっていうような感じでしょうね。声変わりに関してもですね、晩熟であっても15歳0ヶ月までにですね完了する方が多いですので、この方に関して言うと超晩熟ってことはなくて、ちょっと晩熟を期待したいみたいな表現だと思います。改めてですね、先ほどの成長して見てみても、13歳6ヶ月がぐーんと右に出てくるタイプですので、普通の方よりもピークが遅かったということを考えると、まあ比較的晩熟なのかなっていう予測が立ちます。ですので、まあ現在に関して言うと、例えばですね 166.6 とか 167.3 とか、それぐらいであれば期待はできるかもしれませんね。ただし14歳6ヶ月から16歳1ヶ月までですね、まあ、この2年半に関して言うと、比較的平均的身長伸び率をですね成しているわけですので、まあ極端にですね、ここからですねめちゃくちゃ伸びるってことを期待するような感じでもないのかな。今日付けの予想ですと 165.3 から 167.3 というふうに、ね、私はお伝えしたいと思います。いかがでしょうか。もちろんね、諦めずにですね、最後までね、私一緒に身長伸ばしていきましょう。はい、次 H さん、13歳が夜更かしやめても意味ありますかっていうね、これ受験に例えると分かりやすいかなというふうに思っています。例えば受験が2月だというふうに考えると、当然ね夏場とかそういった時期がね勝負になってくるんだけども、じゃあ冬だから勉強するのに遅いかっていうと、そんなことないですよね。試験の1週間前だから勉強するのに遅いかっていうと、そんなことないし、試験の前日だって勉強できればした方が合格する確率上がる、それと同じですので、14歳からでも遅すぎるってことはない。できることを最後までしっかりとやるっていうのは、身長だけじゃなくて人生においてすごく大事ですね。最後まで諦めるなっていうのが私のメッセージかな。じゃあ次ね、総集編の4番から3つ質問に答えていきたいと思います。親知らずと身長伸びはね関係ありますかって質問ですね。歯の成長も体の年齢を表す部分がありますので、関係性あるというふうに言ってもいいと思います。ただし私の方で親知らずの年齢のデータがあるかとか、そういったことはないですね。ただし、まあ、一般的には乳歯の早い変わる年齢とか、早熟傾向なのか晩熟傾向なのかですね、判別するには有効なデータの一つというふうに表現してもいいと思います。次 S さんですね、質問です。現在中3で 162cm 67キロでやや肥満気味だと思います。もう少し痩せないと身長は伸びないでしょうかってことですね。身長は伸びないでしょうかってことは、今すでに止まってるんでしょうかね。そこの表現は少し難しいですけども、まずはですけども、肥満であることは身長にとってはあまりいいとは言い難いと思います。有名な話ですと、肥満だと少し早熟傾向早まるなんていうふうなデータもあったりするわけですので、 162cm 67キロって考えるともう少し痩せた方がいいかなと思いますけども、ただし太ってるか身長が伸びないとか、そういったデータがあるわけではないので、そこもね少し勘違いしないようにというのは付け加えて説明になってくるかなと思います。で次 B さん、思春期症状がバラバラ、12歳の時と14歳の時の場合は晩熟か早熟のどちらでしょうかってことで、これはどういう意味でしょうかね。例えばそれは
毛が生えてきたのは12歳で、脇毛が生えてきたのは14歳とか、そういった意味でしょうかね。もしそうだとしたら、それ至って普通ですねって表現だと思いますね。ただしなんですけども、12歳の時点で何かしらの思春期症状が出た場合ですと、晩熟の可能性は非常に低いでしょうというふうにお伝えするのが正しいかなと思います。今日もね、身長に関する疑問に答えていきました。皆さんいかがだったでしょうか。身長に、ね、関する疑問ね、ぜひね、皆さんねバシバシコメントの方に記載お願いします。全身全霊でね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長ビヨーン、バイバイ。